失敗する人の特徴3選。1つ目、言い訳する人、時間がない、お金がない、人脈がない、時代がとか、あれがどうのとか、嫁がどうの、夫がどうのとか、言い訳してる人、絶対いい結果にはならないし、あなたの人生は進んでいけないので、やめましょう。2つ目、学ばない人。僕の前職の時にですね、30人ぐらい社員がいたんですけれども、そのうちの中で本を読んでるのは僕一人でした。何事においてもそうなんですけども、学ばない人っていうのは自分よりも勉強している人に搾取をされたりだとか、知識がないがゆえに、乏しい結果になっていくので、絶対にやめましょう。3つ目、継続できない人。継続は力なりというのは本当で、何事をやるにしても継続して持続してずっと辛抱強くやることによって成功に導かれていきます。成功するまでやめなければ絶対に失敗はしません。